国民に告ぐ。政府はこの闇の魔人キャトーに降伏し、日本全土を我に与えるのだ。要求に従わぬ場合はエアマニア共和国から奪ったこのバルバロッサで東京を爆撃する。なんだって？すでに我らは東京へ向かっている。あと1時間我が帝都に着くまでに答えを選んでおくがいい。クソ、ジェイデッカーに合体さえできれば。ユウザ君、愚かな。何？防衛軍迎撃部隊が全滅？エアマニア大使館に協力を要請しよう。帝都まであと少しだ。我々の東京到着まであと15分。我を崇めるか死を選ぶか、答えは2つに1つだ。総監、やはりな。どうした旦那？エアマニア大使館からの返答だ。我が国の無人空中艦隊のコントロールシステムに関しては第1級国家機密につき、その情報公開はできないとな。くそ、自分の国さえ守れればよその国がどうなってもいいってのか。まだか、ユータ君。もうダメだ、やっぱり無理だよ。ユータ、頑張れ。諦めてはならない。心を落ち着かせてもう一度チャレンジするんだ。デッカード、分かったよ。ダメか。犯人の要求を受け入れることが政府首脳の会議で内定したのだ。佐島さん、僕とデッカードを現場に行かせてください。しかし私からもお願いします。たとえ J デッカーに合体できなくても、バルバロッサの東京侵入は必ず防ぎます。お願いします。よし、いいだろう。ただし無理は禁物だぞ。了解。この山を越えれば目指す帝都はすぐそこ。行くぞ、デッカード。了解。チェンジ。ゴールド。ブレイブポリス、デッカードだ。闇の魔人キャトーノリアス逮捕する。我の邪魔はさせん。戦いはこれからだ。大変だぜ旦那。エアマニアの大使館に怒鳴り込んだら電柱こんな返答をしてきやがった。フライトバトラーシステム、変形した。
イトバトラーズよ。そのまま本庁へ戻れ。やはり合体なくして勝利はない。でもそうか、私は今ここで合体を試してみたいと思います。なんだと、バカ言うな。合体はデリケートな作業だ。そんな無茶ができるか。ユータが合体シミュレーションに失敗したのは相手がコンピューターだったからです。私が相手なら。デッカード、お前だってロボットだろ。けれど私には心があります。デッカード、私は心を持ったロボットです。私ならユータと呼吸を合わせることが可能です。私とユータを信じてください。しかしデッカード、やろうデッカード。よしユータ。ユータよ、私は君になったつもりで動く。君は私になったつもりで J ローダーをコントロールしてくれ。うん、わかったよデッカード。うぞユータ。オッケー。やつらめ、何をする気だ。デッカードだったらどうする？逃げるか、このまま続けるか。そこだ！ブレイバー！ジェイデッカー！ジェイデッカー！なに？
こうして今回の合体データを入れれば、次からはこの手帳からの指令だけで合体 OK だ。よかった。あれ、冴島さんどうしたの？うん、いやな、冴島の旦那は初めての合体を自分の目で見られなかったんで拗ねてやがんのさ。余計なことを言うな。冴島さんって子供みたい。それは言えてる。どうしたの？泣いているの？あくびしただけさ。もしかしてママに叱られたの？街中ピカピカのお祭り騒ぎ、ジェットコースター、星が今夜集まるよ、水金地火木とってめがいい、僕がそばにいるから、ジグザグ気分早く忘れちゃえ、けど彼らは心を持たない普通のロボットだったんだ。でも町の人気者になったデッカードはそんなこと全然平気みたい。え、町で作業用ロボットが暴走してる？出動したビルドチームまでおかしくなっちゃうなんてどうして？次回、勇者警察 J デッカー、心ある仲間。